鹿児島から現地で稼いだお金だけで東京に帰るという。今岡山へおります、白井社長と合流してこれから出発します、何が起こるか分かりません、これからちょっとなんか病院の方へ向かうんですけれども、ポルシェはい、ポルシェで行きます。足元に行きます。全然後ろ、全然これ大丈夫です。はい、それから草むしりをします。マシンに乗って、今日これから、こちらの草刈りをするという手じゃないんだ。多分30分ぐらいですかね、乗らせていただきまして、こちら綺麗に草刈り、することができました。そして方立ちの方、すいません、わ結構いかないですよ。マジですか？ごめんね。ゲット。うわ、とお仕事いただいたこちら赤木さん、そのまま倉敷駅までこう車で送迎までしていただきました。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。この倉敷駅まで今、先ほど送迎していただきましたんで、どこまで行こうかな。ほんじゃ、行ってきます。えいえいえい。どこまで行けんのこれ。まっしゃついに、東京駅ですね。7日でなんとか、無事帰ってくることができました。急に着いたやん。そうなんですよ、うん、いろんな奇跡が起きたんですよ。まあそれ見ていただきましょう。 あるんだ。もう昨日の時点でね、東京に帰れる運賃がたまったんです。まあ、全部オール下道、在来線ので帰る予定だったんですけど、在来線で行くと今日中にやっぱり到着できないんで、どっかで宿を使わなければいけない。そうすると、また宿代もかかるということなんで、宿代が途中でってなると、もう一回どっかで働かなきゃいけないんですよ。もう仕事したくなかったんでギリギリ新幹線乗れる金額になりそうで、チケット売り場みたいなところに行くと約1000円、1500円安いチケットもたまたま1枚ありまして、これはもう新幹線使った方が、ちょっとお得なので新幹線で帰るということになります。最後ね、岡山から東京までも新幹線1本で各駅で行ってたりしたら多分今頃大阪なんですよ。今日中帰ってこれなかったんで、今回のチャレンジこれにて終了。お疲れ様でした。残金がちょうどまあまあ綺麗に661円と、前日本当だったら6000円のところを白井さんが、まあ社長が、上乗せして1万円にしてくれたことで、うん、岡山からもうすぐ刻まなきゃいけないなと思ったんですよ、はいはいはい、でホテル代もこの日浮いたし、確かに東京帰れるかもしれない。岡山から、東京までは各駅で帰れるんですけど、うんうん、12時間かかるんですよ。うわそう、もうこの日の段階で泊まり確定になっちゃってたんですよ、うん、その時に草むしりのバイトは5000円いただきました、うん、新幹線どうだって調べてみたらちょびっと足りないんですよ。1000円ぐらい、はい、あれこれどうにかなんねえかなって時に、うん、あれ鹿児島でそういえばチケット売り場ってあったよね、あれってあるだろう使用駅って思ってパッて調べたら出てきて、うん、1500円ぐらい安くなるチケットあったからバーンって買って、いやすごい、ね、ギリギリです。ちょっと岡山でのもうバブルというか、うん、岡山バブル、白井バブルがあって、はい、7日間ですね、
でクリアすることができたと。やっぱりこの人の優しさをこう伝わってくるよね。ああ、もうそうです ね, ね普通こうやっぱりね、いやないですとかさ、ね、もう最初の11円の子みたいな子やんそんな中でこう、はい、1万円の仕事をさ、はい、くれたりとかっていう、はい、なんかもうそういうのがすごいいいね、染みます ね, そうですね。前は北海道の時はその、うん、函館から青森のフェリーの上で泣いたりとかしましたよね、うん、そうやね。いろんな人に聞いたもん、泣いてるやつ見て泣いてるやん、まあ、今回、やってまいりましたけど、はい、はい、いかがだったでしょうか。さっき言うたこの40になる前にもう一個なんかやっとけないなっていうのはあったんで、うん、はい、それがこのチャレンジだったんでね、良かったなと思いますよ。聞いた話しかないけど、はい、自分のなんか人生において例えばそれがオセロやとしたら、はい、四つ角に人がおるんですって。へえ。それをこう置くと人生がこうちょっとなんか豊かになる。ああ、ひっくり返るという。ああ、はいはいはい。だからその一つがもしかしたら鉄平の場合は白井社長社長かもしれない言ってくれるの。白井社長とあと洗車の社長さんも、うん、まあまあまあ、あの人にこの見せた方がいいよ、この連絡先お金してないです。あ、してないの。なんかそうなんや、もう お前いつからいんだよってということでね、今回この企画は以上となりますので、はい、どうありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。以上です